皆さんこんにちは、パン職人のゆりなです。今日はリクエスト企画ナンバーワンでもあったクイニーアマンをご紹介していきます。外側はキャラメルでパリッと、中はですねパイのようなサクサクとした食感のパンになります。初めての方でも挑戦しやすいように説明していきますので、一緒に作っていきましょう。約ね6時間ぐらい、もしくは2日間に分けて作ることができます。では早速始めていきます。まずは生地の方を作っていきましょう。材料を計量していきます。強力粉と薄力粉、砂糖と塩、ドライイーストと水ですね。水は24度ぐらいがベストです。あとは常温に戻しておいたバターを用意しておきます。そしたら強力粉にですね、薄力粉と砂糖、塩を加えてボウルの中で混ぜていきましょう。砂糖は上白糖を使用しております。砂糖の塊とかがねないようにしっかりと潰しながら混ぜていきます。次にインスタントのですね、スーパーに売っているようなドライイーストで結構ですので、加えてまんべんなく混ぜていきます。常温に戻しておいたバターをちぎって、細かくちぎってボウルの中に加えます。最後に水を加えてボウルの中で粉気がなくなるまで混ぜていきましょう。これぐらいまでですね、粉気がなくなったら台の上に出して少しだけこねていきます。今回の生地はバターと一緒に折り込んでいくようなものになるので、そこまでこねなくても大丈夫です。だいたいまとまったらっていう感じですね。生地は完成します。台にこすりつけるようにして約2分間ほどこねたらこれで完了です。結構まだもそもそしてますが、この状態で構いません。そしたらボウルに戻してこのまま発酵を取っていきます。今回はね、湯煎で発酵を取ります。別ボウルに少量の熱湯ですね、 200cc ぐらいかなを入れてもらって上に乗せます。この状態で発酵を取ります。生地のボウルにお湯が当たらないぐらいの量にしてください。発酵機など使う場合はね、27度でセットしてください。そしたら60分後です。時間を置いたことによってね、生地がつながるようになってます。なので表面がね、滑らかになってきます。台の上に出したら生地を一旦丸め直します。ちょっと引っ張りながらね、こうやってね、表面を張らしてあげるように丸めていきます。そしたらね、つるんとした生地が出来上がります。これで生地は完成です。閉じ目をしっかり閉じたらラップで包んでですね、冷蔵庫で休ませていきます。生地だけ前日に作ることもできます。その場合はですね、一旦冷凍庫でカチカチにしてから前の晩、折り込みの前日の夜に冷蔵庫に移して復温させてください。当日仕込みの場合は冷蔵庫で60分ぐらい冷やします。その間にね、折り込むバターを作っていきます。バター 100g をラップで緩めに包みます。だいたいね、15センチぐらい余裕を持たせて包みます。そしたら綿棒で、ラップの端までバターを伸ばしていきます。この伸ばした時に15センチの正方形ぐらいになるのが一番いいですね。この時バターが硬いとどうしても伸びにくいので、ある程度柔らかく伸ばしておいてください。そしたら冷蔵庫で少し固めていきます。生地の冷蔵庫での保管が終わったら、生地とバター、折り込みバターを冷蔵庫から出します。
そしたらラップを外してここから折り込みをします。まずですね、生地に十字のカットを包丁で入れていきます。少し打ち粉をしてもらったら、切り込みを入れた部分に親指を入れて四角く広げていきます。そしたら綿棒を使ってバターですね、折り込み用のバターが包める大きさまで伸ばしましょう。生地はね、なるべく冷えてた方がやりやすいです。なので私は前日に作って冷蔵庫で解凍する方法でやってます。パン屋さんとかでもね、そうやってやってるところが多いです。そしたらバターを生地の上に乗せて包んでいきます。この時のバターの柔らかさが結構重要です。曲げた時にね、折り曲がるぐらいの硬さにしておいてください。しっかりと包んだら、打ち粉を必ず生地にしてから綿棒で少しずつゆっくり伸ばしていきます。中に入ってるバターが割れないようにですね、少しずつゆっくり中のバターが伸びてるなってことを感じながら伸ばしていくのがポイントです。あまりグッと押さえすぎると割れちゃうのでね、本当に優しく転がしてあげてください。で、向きだったりも変えていきます。今はね、縦方向ばかり伸ばしてますが、横に向けて、縦に伸ばしたりとか。で、最終がですね、縦が20センチの横60センチぐらいまで伸ばしていきます。生地戻ってくるので何回も伸ばしてあげてください。そしたら霧吹きをしてですね、折りたたんでいくんですが、バターが入ってないところが端に存在するので、その部分はちょっと包丁でカットします。どうしてもね、層があまり綺麗に出なくなってしまうのでもったいないんですが、切っちゃいます。焼いて食べてもとっても美味しいと思います。そしたらこの状態で三つ折りを1回していきましょう。少しね、手で押さえてあげて、くっつくようにしてあげます。これで三つ折り1回ですね。綺麗な三つ折りできてます。そしたら上からちょっとね、層になるように押さえてあげて、ラップをしたら冷蔵庫で30分間休ませていきます。この冷蔵庫での休ませ30分間なんですが、1時間とか取ってしまうと生地が緩んで、膨らみがね、焼き上がり時に出なくなってしまうので、できれば30分測ってしっかりと時間取ってください。そしたら30分後、冷蔵庫から出して打ち粉をしたら、先ほど同様伸ばしていきます。綿棒を使って少しずつですね、伸ばしましょう。でこの時打ち粉をしっかりしてないと台にくっついてしまって破れてしまったりするので、打ち粉をしてから伸ばしていきます。今度は縦20センチの横50センチまで伸ばします。でどうしてもやっぱり1回目よりは伸びにくいです。なぜかというと、折り込みのために生地を折りたたんだからですね。今回はカットはいらないですね。このまま三つ折りをしていきます。端までしっかりバター入ってるので、今回は、切り落としません。これで三つ折り2回目です。このままラップをして、先ほど同様30分間冷蔵庫で休ませていきます。だんだんね、時間かければかけるほど愛着が湧いてきますね。そしたら最後の折り込みです。3回目はね、2回目と同様なので、早送りさせてもらいます。2回目と同様の折り込みをもう一度行ってください。そしたらラップで包んで冷蔵庫。30分間休ませます。30分後ですね。ここからは伸ばし、成形に行きます。最初はですね、先ほどの折り込みの同様に伸ばします。
最後の伸ばしになるとね、さらに伸びにくくなるので、伸びない場合は冷蔵庫に1回ラップを包んで休ませてから伸ばしたりしていきます。10分ぐらい冷蔵庫に置いて再度伸ばすっていう感じですね。横、縦が22センチの横45センチぐらいまで伸ばします。そしたら内子を振って生地のカットに行きます。まずは、上と下の端を落としていきます。こうすることで折り込みの層の部分がしっかり見えます。で、横も落としちゃいます。こんな感じの綺麗な長方形になります。そしたら再度折って、真ん中で横半分に切ってください。で、さらに正方形にしていきますね。ちょっとここ正方形にしては汚かったので切ってしまいます。で、重ねて10センチ幅ぐらいにカットします。そうするとね、10センチの正方形ができます。この重ねた時にしっかり打ち粉振っておかないとくっついてしまうので気をつけてくださいね。あれ、取れないってことがたまにあります。そしたら成形です。正方形の四方を中心に向けております。なんかね、座布団みたいな形にします。パン屋の時はね、座布団成形って呼んでましたね。で、真ん中しっかりグググと押さえつけてください。外れないようにね。これで生地の成形は完了です。そしたら型を用意します。使ってるのはマフィン型なんですが、使ってるものを概要欄に貼っておきますので、よかったらそちら参考にしてみてください。型にですね、柔らかくなっているバターを塗っていきます。このバターをケチってしまうと焼き上がりキャラメル状にならないので、結構ね、大胆に塗っちゃってください。底と側面にも必ず塗ります。型がない場合ね、こういうカップでもできますね。100円ショップで売ってるようなものを使用してます。そしたらグラニュー糖です。なんて高カロリーなパンなんだろうと作りながら思うんですが、それが美味しかったりしますよね。グラニュー糖を上から 5g 程度かけていきます。この時も大胆にかけちゃってください。で、側面と、底にしっかりとグラニュー糖がつくようにします。これがね、後にキャラメルのものとなりますので、これぐらいしっかりかけていきます。そしたらそこに先ほど成形した生地、閉じ目を上にして入れていきます。これ向き間違えるととっても不格好なパンになるので、必ず閉じ目は上にして入れていきましょう。このマフィン型の直径は確か6センチぐらいだったかなと思います。そしたらこのまま二次発酵です。50分間濡れ布巾をかけて室内に放置しました。発酵器使う場合27度でセットします。こう指でちょっと押した時にね、へこむぐらいまで膨らんだら OK です。ちょっとやっぱ折り込みはね、発酵が分かりづらいと思います。50分ぐらい温かい場所に置いてあげてください。そしたらこのまま予熱しておいたオーブンに入れて焼いていきます。結構ね、キャラメル状になるために温度も大事なので、ちょっと高めの温度で230度で14分間ほど焼いていきます。これが焼き上がり。焼き上がったらね、固まってしまうので、すぐに型から出してあげてください。アンベラとか使ってくるっとひっくり返してあげるといいですね。で、少し冷めるとカリッとしてきますので、そうなったらぜひ、召し上がってください。の時間経ってもとっても美味しいパンです。保存方法と解凍方法もね、ご紹介してますので、よかったら参考にしてみてください。のリクエストナンバーワンのパンでもあったので、皆さんぜひ作っていただけると嬉しいです。ということで、レシピ紹介インスタグラムにしてますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。ご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アビアントー。